こんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今日は小学4年生で習う空気と水を押し縮めた時の性質について学んでいくよ。それではレッツサイエンス。はい、押し棒と筒を用意しました。筒の先にはこのようにキャップがついていて、閉じると空気が漏れないようになっています。それではここでクイズです。筒に押し棒を入れて今から押してみます。そうすると空気はへこむでしょうか、もしくはそのままへこまないでしょうか。それではやってみたいと思います。さあ、空気に注目していてね、これがどうなるのかよく見ていてください。いくよ。おー、いくよ。おー、結構こんなにちっちゃくなっちゃいましたね。このように空気は押し縮められるが正解でした。それでは次はこの中をお水で満たしてみました。さあ、これをまた今から押すとへこむでしょうか、へこまないでしょうか。それではやってみたいと思います。いくよ、せーの。全然へこまないね。なんかね、壁みたいにゴンってゴンってなるの。さっきの空気の時はしっかりと空気にヒューって押し縮めることができたんですが、お水の場合はなんと押し縮めることができません。硬い。次は水と空気両方入れてみました。さあ、これでまた上から押すとへこむでしょうか、へこまないでしょうか。それではやってみたいと思います。さあ、どうなるかな、へこむのかな、へこまないのかな。いくよ。おー、へこみましたが、いくよ。おー、この空気のところは今このようにへこんでいってますけど、このお水のところは水面の位置はいくら押しても変わりません。ということで、さっきの実験でやった通り、空気は押し縮めることができましたが、お水は押し縮めることができません。さあ、ちなみにこのように空気を押し縮めた後に手を離すと、元に戻りますよね。これを利用してある遊びをしたいと思います。はい、じゃあちゃん、茶敵やってくかい。あー、お菓子いっぱいだ、やりたいよ。はい、5発ね、たくさん取ってね。わーい。じゃあ、いきます。全部美味しそうだな、どれにしようかな。なんか大きいやつ、まず当たる確率が大きそうだから、それになってみようかな。いくよ。楽しい。分かった、じゃあさ、ちょっとさ、もうちょっとクッキーのさ、このいっぱい入れてさ、お、
チョコビが欲しいかな。どうやったらね、一番ということで、射的とっても楽しそうだったよね。これみんなもお家でできますので、お祭り気分でぜひやってみてください。それでは今日のまとめ、空気は押すと押し縮められるけど、水は押し縮めることができませんでした。そして空気は押し縮めると押し返そうとする、ね、力が働くので、それを使って射的もすることができました。今日の実験みんなどうだったかな。また次回お会いしましょう。バイバーイ。わー、お菓子いっぱいだ、やりたいよ。すぐやらされてる、ね、やらされてるよね。わー、お菓子いっぱいだ。恥ずかしい。愛情ちゃん射的やってく会あったの。